トランペット競争曲は、トランペットを独創楽器とする競争曲。競争曲が非常に栄えたバロック時代には、きらびやかな音色が好まれ、テレマンらによって多く作曲された。現在定番とされているレパートリーも多くはこの時代のものである。しかしそれ以降の古典派や前期ロマン派の時代では、作曲家たちがより深みのある作品を作ろうとする、傾向へと時代が流れていく中で、 当時のナチュラルトランペットには、自然バイオンしか出せないという決定的な弱点があったため、トランペットは作曲家たちの要求に応えることができず、トランペット競争曲はあまり作られなくなった。ちなみに、その弱点を補う装置をつけた楽器のための競争曲をハイドンが一曲作曲しているが、この曲は現時点で一般に最も有名なトランペット競争曲である。 19世紀に発明されたバルブトランペットが普及してくると状況は一変した。トランペットは作曲家の要求に応えうる高度な演奏能力を備えた楽器となったため、トランペット競争曲も再び脚光を浴びるようになったのである。しかし現代のトランペットは音色、おにき、双方などの観点で金管楽器の中で、 最も独創に適した楽器の一つにはなったが、未だ定番と言えるレパートリーはそれほど多くはない。ありがとうございます。